適度な緊張ってのが一番やっぱりいいですね。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、シドニー・J・ハリスさん、シドニー・J・ハリスさんの名言で、野球選手がエラーしたらそれは記録され、選手は罰を受ける。毎日そんな風にじっくり見慣れたら耐えられる人間が何人いるだろう、ということでですね、シドニー・J・ハリスさんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。シドニー・J・ハリスさんはアメリカのジャーナリスト、コラムニスト、シカゴデイリーニュースやシカゴサンタイムズのジャーナリストとして活躍した人物であり、様々な格言を使用したコラムで人気を博したということでですね、まあ野球選手もそうですよね、ビクビクやってたらですね、なかなか耐えられないかと思います。すごくじっくり見られてね、私も後ろからモニターずーっと見られたらね、緊張してね、仕事ができないってことは多々あるんですよ。本当にずっと罰せられてるだけだったらなかなか難しいなと思いますしね。やっぱり人間褒めて伸びるタイプと言いましょうかね、そういう形の人の方が多いから、どうしてもね、やっぱり罰せられ続けるとやっぱり体の変調もきたしますよね。とはいえね、自分を勝手にね、そういった方向に追い込む方もまた間違っててですね、最近ね、そういったことのちょっとニュースが続いてるなと思いますよね。まあここではあんまり詳しくは言いたくないんですけれども、アメリカのね、司法試験ニューヨークですかの司法試験に受かりますと言ってた人がまあ不合格で、これがねまたテレビのニュースで、ね、取り上げられるってのは、僕もし同じ立場だったらちょっともう3年ぐらいね、引きこもって家から出られないような人間になりそうですしね。自分を追い込むことはいいんですけれども、下手にねそういった追い込み方っていうのはまた間違ってるんだなと常に思っております。やっぱりね、追い込むのなら自分自身の方ですよね。自分自身の中だけで追い込んでほしいと思います。外に公言してねやるっていうのは確かにいいんですよ。私も公言してやることはあるんですけれども、さすがにねちょっと度が過ぎることはね良くないなと思っております。だからこそね、やっぱりリラックスしてじゃなくて適度に緊張してですよね、やっぱりできる人間が一番伸びると思いますし、それに耐えられる人間が一番多いと思っております。適度な緊張っていうのが一番やっぱりいいですね。私もねちょっとね過度に緊張しちゃうところがあって、いつもマラソンスタートの時にね、過度の緊張でね、心臓バクバク、走る前から心臓バクバクしてる。いやとなるんですけれども、やっぱりね、過度の緊張と言いましょうか、適度な緊張ですよね。そうなるようにね、自分がちゃんとできるように、まあ、下準備をきちんとしていかないといけないんだなと思っております。まあ大ぼら吹きじゃないんですけれども、やっぱりちょっと大きなことをやりすぎるのはちょっとどうかなと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。